第18号解剖艦は、日本海軍の解剖艦、第2号型解剖艦の9番艦、戦団護衛中に撃沈された。マルセン計画の解剖艦長、第2701号艦型の9番艦、歌唱艦名、第2709号艦として計画。1943年11月1日。 三菱重工業長崎造船所で、建造番号954番線として、仮称艦名、第2710号艦、同、第2711号艦、同、第2712号艦と同時に寄港。12月22日、第18号解剖艦と命名されて、第2号型解剖艦の9番艦に定められ、本席を佐世保陳寿府と仮定。 1944年1月11日、第20号解剖官と同日に浸水。2月7日、偽装院員事務所が長崎海軍監督官事務所内で事務を開始。3月8日竣工し、偽装院員事務所を撤去。本席を佐世保鎮守府に、駅務を佐世保鎮守府警備解剖官にそれぞれ定められ、ご防備船隊に編入。基礎実力連成教育に従事。 1944年4月18日、海上護衛総司令部第1海上護衛隊に編入。20日、横須賀へ向けくれはず。21日、横須鎮守府作戦指揮下に編入。22日、横須賀に到着し、横須賀海軍交渉で工事を実施。28日、東松7号船団を護衛して、東京湾発。5月6日、再パン 17日、復興の4517戦乱を護衛して、サイパン発。24日、東京湾議同日、横須賀陳不作戦式を解かれ、第1海上護衛隊に復帰。クレイ開港し、28日から31日まで、クレ海軍交渉で整備を行う。1944年6月1日、文字へ開港。2日、 未戦団の一つの未令後戦団を護衛して、文字発。8日、中継地のキールンに寄港。9日、キールン発。10日、高尾泊まりの船を護衛するため未令後戦団から、一旦分離、同日高尾に寄港。11日、未令後戦団と合同する7隻を護衛して、高尾を出港し、同日未令後戦団と合同。14日、 ひかみなりしたマリフマルを救難し、同日マニラ機。18日、引き続き、ミレーゴ戦団を護衛して、ミリエ向けマニラ発。23日、ミリ機。25日、ミシレーさん戦団を護衛して、シンガポールへ向けミリ発。31日、シンガポール機。7月4日、シミレーゴ戦団を護衛して、ミリエ向けシンガポール発。8日、ミリキ。10日、 2ハチ戦団を護衛して内地へ向けミリ発。16日、中継地のマニラに入港。24日、引き続き、ミレイハチ戦団を護衛して、マニラ発。27日、中継地の高オに入港。30日、引き続き、ミレイハチ戦団を護衛して、文字へ向け高オ発。8月1日、戦団は、キールンに被泊。4日、キールン発。七日、 対戦相当中に、本艦は、機関故障を起こしたため一旦那覇に帰港。8日、那覇を出撃して、対戦相当を継続しつつ戦団に追及11日、レハチ戦団と合同。13日、戦団から分離して、今里ついでサセボへ開港。14日から22日まで、サセボ海軍交渉で手記の修理を行う。23日、 文字へ開港して、未十7戦団の編成を待つ。27日、未十7戦団を護衛して、文字発9月1日、未十7戦団は、中継地の魔皇に入港。4日、引き続き未十7戦団を護衛して、魔皇発途中あパリり、ラポックワン、サンフェルナンド、マジンロックを経由し、10日マニラに入港。マニラ在泊中の12日、 マモ零三戦団、非十二戦団が潜水艦の攻撃により損害を出したため、本艦はマニラに入港してきた第十号海防艦、第二十号海防艦と共に遭難者救助のため、同日有国マニラを出撃し、遭難者を救助して十五日間南東にレバヤシに入港した。十六日、非十二戦団第一分団を護衛して内地へ向け、ニレバヤシ発。 20日、戦乱がアメリカ陸軍機の空襲を受けたため、本館は第11号海防艦とともに一旦魔皇へ開港。21日、救難のため誕館で魔皇を出港。23日、朝霞丸を護衛して高尾に入港した。25日、20日の空襲で損傷し、航行不能となっていたオクラを護衛するため高尾を出撃し、同日オクラを護衛して、 マコーに入港した。26日、高尾へ開港。30日、未19戦団を護衛して、高尾発。途中、アッパリ、ラポックワン、サンフェルナンド、サンタクルスを経由して、10月7日、マニラに入港。10月8日、引き続き未19戦団を護衛して、マニラ発。途中、ギマラス島を経由して、17日、ミリ行十18日、ミリ発。 20日、バギットで、船団と合同し21日まで護衛。未19船団から分離5ミリへ開港し、23日ミリ機。25日、ミリに退避してきたサマ13船団を護衛してミリ発。途中ラブアン等を経由して、30日コロンワンに入港。11月1日、サマ13船団を護衛して、マニラへ向けコロンワン発。3日、マニラ機。 5日、タマ31栄戦団の各丸救難のため、第26号解剖艦と共に、マニラを出撃。同日、また31栄戦団の残存輸送艦を、スービックワン、ついでシランギンワンに被迫させる。5日、アオバ、クマノと共に、また31戦団を護衛して、マニラを出港。6日、開い大破したクマノと、2D 型戦時標準貨物船道両丸。 第18号国船艇、第37号国船艇が分離。同日、青葉、第26号解剖艦と共に、船団から分離し、サンフェルナンドに到着。その後、第26号解剖艦と共に、サンフェルナンドを出港し、7日に、熊野を栄光する道遼丸と合流し、その救援を行う。同日、熊野以下船団は、サンタクルーズに到着。 8日0730、道行丸は、第26号海防艦、第18号区選艇の護衛で、サンフェルナンドに向け出航するが、本艦は、第37号区選艇とともに、熊野の警戒を行うためサンタクルーズに残った。同日1900に、第21号総海艇がサンタクルーズに到着。本艦は、第37号区選艇とともに、熊野の警戒を、 第21号総会艇に引き継いだ後、9日0130、2、第37号区選艇と共に、サンタクルーズを出港。同日1600、サンフェルナンドに寄港。2隻はまた31船団に追及。11日、ラポックワンで、また31船団と合同した。12日、ラポックワン発。途中ムサとサブタン島を経由して、15日高沖。 18日、ホタレイチ船団と合同のため高尾発。21日、同船団と共に高尾に帰着。23日、第26号解剖艦とともに、キールミへ開港。26日、タモ30船団を護衛して、文字へ向けキールン発。途中小安水道で被判し、12月3日、文字記。12月10日、第1海上護衛隊は、 1> 第1護衛艦隊に改変。その他の12月中の行動は不明。1945年1月5日から6日にかけて、有川湾沖で、機雷不設を実施する、第18戦隊を護衛。13日、佐世保守不作戦式を解かれ、第1護衛艦隊に復帰。13日から20日まで、佐世保海軍交渉で修理と整備を行う。20日、 1> 第1護衛艦隊霊下に新編された第103、隊に編入。22日、モホ零一戦団を、アグニラと護衛して、香港へ向け文字発。2月2日、香港機。2月4日、復興保も0一戦団を護衛して、文字へ向け香港発。3島機で、下泊中の11日、第1、南図海艦隊作戦指揮下に編入。軍隊区分第一。 南津海護衛部隊に配置。三ッ区へ開港。二日、差し四十三戦団と合同。二十三日、シンガポール期。三月二日、非九十四戦団の東アマルと共に二ヤ林に入港。三日、非九十四戦団から分離。十八日、本館は、第一、南津海艦隊作戦式を解かれ、第百三戦隊に復帰。十九日、 日 88J 船団を護衛して内地へ向け、シンガポール発。28日、第1 3 5海解剖艦と共同してひかみなりした、大鳥南丸の乗員を救助補船団に追求した。29日午後、空襲により被弾沈没した海京丸の歴史や救助に、向かうも、普通日本ボイ島西岸沖北位14度44分、統計109度16分。 北緯14.733度統計109.267度、14.733、109.267の地点でアメリカ陸軍機の攻撃を受け、両艦とも被爆し沈没した。解剖艦長の鎌まさひろ詳細課乗員184名全員選手と認定された。5月25日、第18号解剖艦は帝国解剖艦席から除かれ、 第2号型解剖艦から削除された。下保、広島路大尉、1944年1月30日から1944年3月8日、下、正広馬ロ大尉、少佐、1944年3月8日から1945年3月29日戦士認定、同日付任海軍中佐この数字は、特殊兵を含まない。本来の名表記は、 第18公開防艦コマグル、戦時輸送戦男子、P248 では、オクラが交戦中被弾子へとロフ、第26号解剖艦第18号解剖艦が、栄光とあるが、第1会場護衛隊戦時日誌の本館の行動欄では、三倉護衛としている。本記事では、第1会場護衛隊戦時日誌の従い記述する。 1944年12月1日から31日の第一会場護衛隊戦時日誌と第一、護衛艦隊戦時日誌は未公開。解剖艦検証会、解剖艦戦記、P739 にも具体的な事柄は記されていない。佐世保鎮守作戦指揮への編入日は不明。昭和19年11月の会場護衛総司令部戦時日誌と第一会場。 護衛対戦時日誌に記載はなく、昭和20年1月の第一護衛艦対戦時日誌にも記載はない。ありがとうございます。